どうもみっちゃんです。今日は菊池でめちゃくちゃ美味しいお好み焼きをご紹介します。古田さんというところなんですけれど もうお好み焼きはめちゃくちゃ美味しいんですけれども、ガーリックホルモンも本当に美味しいので皆さん食べに行きましょう。11時半になるともう続々とお客さんが入ってきます。大人数の時はこちらの個室を前もって予約することができます。古田さんのお好み焼きはですね、もう本当にふわふわしているので、ぜひ皆さん食べてみてください。そしてこのホルモンガーリック炒めがめちゃくちゃ美味しいので、一つを皆さんでシェアするといいと思います。お持ち帰りもできます。作ってるところを動画撮っていいですかと聞くと、もう全然いいですよと言っていただき、もう皆さん本当に優しいです。こちらはみっちゃんのガーリックホルモンっていうのがすぐ分かりました。やっぱりチーズ系が人気ということが分かります。来ました、ガーリックホルモン炒め。これは見るだけでテンションが上がります。ホルモンもめちゃくちゃ柔らかくて、もうタレがですね、なんかほんと美味しくて、生姜使ってんのかな、もうさっぱりしてます。野菜と一緒に食べるともうまた相当美味しいです。もうこのもやし大好き。ガーリック炒めなのにさっぱりしてるこのタレはおにぎりにほんと合います。おにぎり1個から注文できるのが嬉しい。私みっちゃんですね、初めてこちらのお店来た時はもうこのホルモン食べた時ほんと衝撃受けましたね。もう何倍でもお米食べられるんじゃねえかと思いました。ぜひホルモンガーリック炒めを忘れずに注文してみてください。はい、そしてやっとお好み焼きなんですけれども、チーズミックスを注文しました。古田さんのお好み焼きといったらふわふわとろとろで本当に美味しいので、もうぜひね、もう皆さん食べていただきたいです。このチーズがもうピザみたいですね。濃ゆめのソースの味もめちゃくちゃ美味しくて大阪に負けてません。早く食べたいなと思って動画撮ってたらですね、もうトロトロしすぎて持てなかったです。他にもモダン焼きとか焼きそばありますので、ぜひ皆さん好きなものを注文して食べてみてください。そして私みっちゃんはですね、このようになんかちっちゃく切って食べる昔東京で流行った食べ方が好きです。共感していただける方はコメントお待ちしております。そして食べきれなかった時は持ち帰ることもできるので、皆さんぜひ古田さんへ行ってみてください。